失礼しました。いいんだよ、勉強していきます。ありがとう。ちなみにその時は、まあ、が勝った。はい、はい、覚えてる、ね、試合の内容も結構覚えてる。じゃあ始まりましたよ。そうですね。じゃあディオツムストです。さあこちらどうなるか、初めの触り合いがどうなるか、はい、まあ、地上の破壊力は間違いなくドクターマリオのがあるんですけど、触るまでが大変で、触ってからも手榴弾があるとどうするか。そうですね、一度低コンボじゃなければ割り込まれますからね。なるほど。さらに投げた、クエ。さあ手榴弾を見て、空したものを暴れも見てる。陽極鏡で出して、さあサイファーで上から降りてくる。さあ、あの逆変で戻ってきて、はい、だ投げは通らず DA で返していく。そう、前回、はい、前回じゃない、第1回のカリスマの時は、ディオ選手が途中でドクターマリオの対策を見つけて、あの着地に対してひたすら DA をこすり続けて勝つっていう。おっと、C4 は見えていない。着地は DA で勝っていく。んで手榴弾当てて、上はストロー、上はしっかり避けていく。さあ上に戻って崖際の展開。さあ今日 DOS のゴールド、なんてこった、ミスは1点読み。さあストップ先行はディオ選手、ディオ選手はツムスト選手。さあ横球当てて、さあこの復帰がつらい、この復帰がマジでつらい。なるほど。そこをどうするか、復帰力の弱さをどうカバーしていくか。 それがツムス選手のこの試合の見どころですね。そうですね。差し滝を当たって上に飛んでいく163、何が当たっても飛びそうだが、それだけ溜まってるとホカホカが溜まってるので何が当たっても死にそう。さあ C4 は避けていく。さあ泳って横スマ当てて、さあ心臓マッサージ。さあ着地はそのまま来るが空で返していき、さあ下、あーっと受け身できない、受け身が取れなかった。さあニスト先行だ、どうする。さあ手榴弾はなんだ、マントで返したんかな、はい、さあそして C4 を食らっていく。大丈夫、横スマ心臓マッサージ見ましたね。来ましたね。今後ろ投げしてます。うおっと、空でしっかり C4 の判定を消し、ニキータの判定を消していき、さあ着地ニキータ付き合わない、気がうまい、しっかり今日まだ死なない 206% クエネで降りてきたが上級で対応。さあニチストまで追い詰めた、ナチスト丸々差だがどうする。今水泳を上げました。空中手の着地姿勢で掴みかわしました、ね、面白いですね。マントに対して上級で対空していく、対応が すごいうまい。さあ横強1段目が当たったら2段目が抜けていき、さあ空が出て下強サイクロン、じゃあトルネード。さあ 105% 対 52% だが、ドクターマリオの破壊力だけど、スネークの重さも120に、もうすでにかなり危ない。さあ当たったら死ぬぞ。さあ大丈夫か。さあ C4 置いて、うわー、ガーキュン、ガッシュ攻撃に対して最大の反撃を取ってた、潰すとドクターマリオ。さあスマッシュ、スネーク、すげえ、なん、あ、今すごい判断、すごいでも言いましたね、今いましたね。オーマイガー、間に合うんですね。オーマイガー。さあ1本目取ったのはツムスト選手。さあステージはどうなるか。マジか、完璧か、完璧です。ターナドクイズンタローティエ、あのドクターマリオがキャラクターランク低いなんて、うん、そんなことなくなっちゃうねっつって。あ、それはね、間違いない、分かっちゃうね。本作ね、ティアが低いから弱いってわけでもなくて、結局キャラ相性だから、はい、うん、そういうことなんだよねっていう感じで。さあ、なんと1本取っていったのはドクターマリオ使いのツムスト選手。ツムスト選手、さあどうするか。さあミナーズ2本目どうなるか。じゃあステージはスマムラ、リオ選手がスマムラ選んだっぽいですね、まあ、確かに大リオ、ちょっと自分知らないんですけど、ドクターマリオは小ジャンプでは乗らなそうです。大ジャンプでなんとか大乗り、乗りそうですね、大ジャンプなら。なら、まあ、ドクターマリオ側もそんなに大リオが、うん、そうですね、乗るんで、苦手というわけではなさそうです。しかも、ストライカーの大ジャンプクエが当たった場合に繋がる可能性があるので、ああ、なるほど。互いにメリットがありそうです。なるほど。ただ、この、あのスネーク側のメリットとしては、この台に C4 枠が今起きましたが、ああ、見えないんですよね。はい、見えなくなるので、真ん中あたりに対して相手に嫌がらせをできる。これが強いですね。お、見てる、見てますね。台上乗っていきますね。 C4 を恐れない男。さあ爆弾が爆弾で台がもうすごいことになっている。さあ手榴弾には付き合わない、手榴弾置いてる、手榴弾に全く付き合わない、つむすと冷静。さあ空上でやって、さあ空を当てて、さあサイファーで戻ってくる。 C4 付き合わない、 C4 もう一回置いてある、起爆前にぶん殴って。 C4 大丈夫か、大丈夫だった。さあ着地に無強、2億円の方が降りるのが早かった。さあ対空上京でストック先行、ディオ選手。さあ手榴弾持ちながらの上り、うまいな。さあ手榴弾投げてて、感想出ました、ね、さあ下気を当てて、さあブーパンは食らって、うわっ飛びすぎ、すごい。さあて、さあ手榴弾持ってるぞ。さあガードしていき、さあ手榴弾投げていく。
おっと、手榴弾をちゃんと爆風だけでもあの、ま、マント当たれば当たらないんですね。なるほど。へえ、結構手榴弾対策できるキャラっぽいですね。しかも倍率も乗るので。ああ、なるほど。返した際にはかなりの美味しい展開が待っていますね。なるほど。さあ、カプセルでなんとか遠距離戦をしていく。手榴弾リアクションないんで、実は飛び道具戦そんなに強くないっていう、まあスネーク側の問題が、うわ、うまい手榴弾動きでしたね。今一本持った状態でずっと持っといながら NB で手榴弾を目の前に落とすっていう完璧な対応、時間を分かった上で行っているこの操作。そうですね、古くからの手榴スネーク使いだからこそ。さあ、ギリギリ爆発ギリギリ、ジャズがアウトされてるから、しっかりと掴みでカバーカバー。さあ、手榴弾が1個置いて2個置いて、さあ C4 実はあったんですよ。さあバーッと撃墜していく。で空母当てて 102%、 シャア C4 付き合わない。さあ着地はどうするか、手段持ったまま突っ込んでいく。あれだったら投げられても大丈夫なんで、うぅぅぅ空した読みの上スマッシュ。さあ全く差がつかないこの2人。さあおお、全部マントで反射していく。さあ手榴弾で食らってしまった。しかし C4 も当たっていき20対64%。さあ空上強には空へ付き合わない、 DA も付き合わない。さあ手榴弾持ったが空母で爆発しなかった。さあ DA で繋いでいったが手榴弾も置いてあった。さあ69対79。さあ手榴弾投げて、さあマントでしっかり返していく。さあ空母はちょっと離れてるので当たらガードもしない。さあ上から復帰だ、これ大丈夫か。ああ C4 の上に乗っていく。さあ綺麗な復帰を返し着手していく。ドクターマリオ、ドクターシーツ、このシーツによって反射していくので、このああマントで返したんだけど、逆に倍率乗ってえらいことになってしまった。さあ 20% ぐらい手榴弾で入っていき、さあ手榴弾持ちながら DOA を当てていく。さあ手榴弾も置いてあるぞ、付き合わない。そーっと崖2回目だ、崖今2回目だったんで、無敵はちょっと短かった。なので、まあ、タクとしては、うん、かなりの、その、両選手の読み合いが優位ではあったんですが、そこを分かって、ちゃんと通してきましたね。持続を生かして、強国を育成しましたね。ちなみに、皆さん、はい、ドクターマリの小瓶はシーツです。シーツ？あれ、マリ、あの、マントじゃなくて、ドクターシーツです。あ、スーパーシーツみたいな名前。スーパーシーツ。なるほど。あ、確かにマントじゃないね。コメントの方のいくつかありました。ヨンチーさんからシーツというコメントがあるんですけど。はい。ありがとうございます。じゃあ、さあ、ステージは相変わらずスマムラ、はい、おっとっとっと、ここに勝ってやるのがあったな。さあ一本選手、ね、1日となりました。さあリナーズ側、この配信台実は1日の展開ってあまりなかったんですが、おー、はい、この土壇場というこの頂上決戦というか、うん、前回の焼き直しでまた熱い試合が見られますね、はい、そうですね、行きましょう。2試合目です。あ、3試合目です。3戦目、こちらが勝った方がリナーズ側の準決まで持ってきます。さあどうするか。しかしなんとドクターの白衣の色がなんか赤く染まってるぞ。そうですね、なんか色が変わったな。クリムゾンが全部染まったと思う。あっと、うっと、上様をクエネで壊しながら降りてくる。なるほど、上様に対してこんなことができるんだ、あのキャラクター、まあ、ドクターマリアのクエネ、実は持続の方が火力が高いみたいな変な特徴があって、それで多分無理やり割りながら降りてこれたのかな。もうちょっと空前、まだ飛ばないが、撃墜はしないが、さあそのまま降りてきたか。赤宇宙回避を1回入れて、さあ手榴弾を持ちながら、さあ手榴弾を持ちながら仕掛けを当てわせていく。さあクーダでしっかり降りる。さあニキータもガードさせて、さあおっと手榴弾クーネで割ってしまった。さあこれがどうなるか。さあ空下は付き合わない。さあウエスマ、もう先ほどの試合も見せた空下に対してガウエスマですね。すごい影響が。ストック先行はスムスト選手、下下投げ、メテを当てて、ウエスまで一気に稼いでいく、40% ぐらい持ってった。さあ C4 もしっかりガードして、62%対126。さあ、さあ、あーっと投げが通らない。さあ、DA 当てて、さあ、ドクター、C4、おーっと、カミを上がしてくる。さあ、空母強ばっかりからの上強、完璧な。さあ、ってどうする。さあ、紙に対してちゃんと空下で返してるんですね。さあ、ジャンプある。さあ、手榴弾置いてある。さあ空母当てて、さあ上から復帰だ。さあ掴んで投げて、空中前グーパンは当たらない。さあジャックは危なかった。うわ、ほんとしてる。ひたすらスマッシュ、うわ、スマッシュスマッシュスマッシュ、心臓マッサージを。いやー、どんな心臓してるんだあの男。うわー、着地が言うすわ。マジかよ、見ている。いやスマッシュが3連発よ。スムスト進出、心臓に毛が生えてますが、拷問ですよあれは。すごいことになっている。拷問の心臓を持った医者が心臓マッサージを連打してる。わー、さらに起こすの 24%、 すごいダメージだ。さあ手榴弾持って、さあおっとぐるぐる回っちゃった。さあ空母で空母に反撃反角取って、さあ
カプセルをくぐりながら当てて、手榴弾持ってると、さあ、クエヌで降りて、ギリギリへ、着地は投げて、お前暴れてる、さあ、クエヌで無理登って、さあ、前回避を通して、植木をはガード、さあ、手榴弾でガードしていって、さあ、おっと C4 が大丈夫だった、さあ、手榴弾を置きながらやっていくのが、手榴弾に対してクエヌで丁寧にカバーしていく。さあ着地している地上のスネークに対してスムート進出どうしていくか。さあマントが合わなかった手榴弾はしっかりガードしていく。カプセルで戻りつつ、これ戻れるか、いや大丈夫大丈夫、でも手榴弾当たってクエは大丈夫ケアしていく。さあ C4 には付き合わない。さあ丁寧に丁寧に、そう2ストック目のあの暴れっぷりはどうしたんだって言わんばかりに丁寧にしていく。しかし上様にしっかり振っていく。さあバースト取れるときはしっかり振っていく男。さあマントマント横強非常に渋い。さあ空前で降りてきて、ウエスマン回避読みのウエスマン中段がある。さあっと着地に対してウエスマン、うわ最大感、最大でずらしていく。さあ着地空後回避していく。さあトルネード見せていく。トルネードに無敵があるからえらいこっちゃ。さあ C4 置いてあるぞ、どうする手榴弾、じゃあどっちもガードしていく。さあ DA ガードス、さあおっと空後前回避、そういや画面外の C4 を起爆していく。うわー掴んだ、バー投げで撃墜、勝利したらツムスト選手、ツムスト選手です。さあこの激戦を繰り広げた先にドクターマリオでこのビオス選手破っていきました。前回のカリスマ前一番最初のスペシャル1ですね、前回じゃないですスペシャル1、今回は SP6 です、6ですね。いや5回前ですね、決勝戦の借りをここで返しましたね、はいはい。